ミハイル・エマヌイロビッチ・ゴリトシュテンは、ソビエト連邦出身のドイツのバイオリニスト、作曲家、音楽教師。ユダヤ系ウクライナ人であり、ミハイロ・ミハイロフスキーという筆名も持っていた。4歳からバイオリン教育を受け、早くも5歳で振動としてデビューした。子供時代は、ピョートル・ストリアルスキーに支持した。バイオリニストとして、しばしば演奏会を開き、さらに、 バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータなど、いくつかの録音も残している。手の故障により、バイオリニストとしての道が断たれ、創作活動や教育活動に集中するようになる。1963年に、全国作曲家同盟コンクールにおいて、バイオリンとチェロのための作品などで3つの賞を得る。どうやら数点を偽名で提出していたらしい。 この出来事の後で政治的な立場が一層危うくなり、1964年にソ連を去って東ベルリン経由でウィーニア・エルサレム、ロンドンを遍歴した。1969年に西ドイツに落ち着き、ハンブルク高等音楽学校のバイオリン科教授として活動し、数多くの演奏家を輩出した。 1984年に教育活動や社会貢献に対して西ドイツ政府より連邦功労十字章を授与された。クリコフスキーの公共曲第21番やバラキレフの即興曲グラズノフのアルバムの一応といった儀作を作り出した。このほか残されていたスケッチをもとにボロディンのチェロソナタの未完のフィナーレを保湿している。また、 同じく、ドイツに亡命した弟、ブーシャも著名なバイオリン奏者である。1、12、1963。ありがとうございます。